はい、こんにちは、谷崎テトラです。今日はジェームス・ラブロック博士のノバ線についてお話をしたいと思います。いやー、ノバ線、ラブロックの新作が出ましたよね。え、超知能が地球を更新する、ね、え、100歳の大化が放つ衝撃の未来像って書いてますけれども、このまさにこの100歳ですね、まあ、ジェームス・ラブロック博士というとね、ガイア仮説、地球は比喩ではなく本当に生きているというね、そういう視点を、ガイアという考え方を出した人なんですけれども、まあ、その後ガイアの復讐、まさにこの気候変動、温暖化というのは地球が人類に対しての復讐を開始したんだみたいな過激な話も展開してきたラブロック博士が、まあ、最新のコンセプト、ノバ線というものについて、新刊が出ました。まあ、超知能と人類が共存する時代、ハラリはそれをホモデウスというように呼んでましたけれども、このラブロックはそういう年代のことをノバ線と呼びます。今僕たちのこの時代というのはアントロポセン、人新世と言われている、まあ、地質時代にいると言われているんですが、そのアントロポセンの時代からその次の時代、それがノバセンだというように言ってるんですね。まあ、アントロポセンっていうのはこの化石燃料を大量に使うようになった産業革命以降、まあ、人類がこの地球の地質的な年代というのに影響を与えてしまうようになった時代ですね。人類がこの地球の大気の組成とか海水の中のプラスチックの量とかね、そういうレベルまでこの影響を与えてしまうというような時代、これがアントロポセンですね。人類というのが地球そのものに影響を与えるほどの、まあ、文明社会というもの、それがアントロポセンの特徴ですね。まあそういうように言うと、まあ、アントロポセン、そして化石燃料社会っていうのは悪だというように、まあ、そういう論説かなって思いがちなんですけど、そうじゃないんですね。ラブロックの主張というのは、この中に書かれている印象的な言葉の中で、神は進歩である、悪とは十分な進歩が達成されるまでの痛みである、というように言ってるんですね。例えばプラスチックは悪ではないんです。つまりその人類がプラスチックをコントロールしきれないことが悪なんであって、同じように化石燃料社会も問題だけれども、化石燃料そのものが悪いのではなくて、化石燃料社会そのものは意味あることだったと、でそれをいかにこのコントロールしていくか、そういうことなんだというように言ってるわけですね。同じくこのアントロポセンが終焉しノバセンになっていくこの時代、 AI というもの、そしてデータ社会、ビッグデータの社会というものが訪れるわけですが、それそのものが悪ではなく、それをどう使うかという視点の中に悪が生まれていく、まあ、そんなような捉え方です。まあ、ジェームス・ラブロックというとね、ガイア説、ガイア論によって地球は生きているという、とてもロマンティックなこのイメージの、ね、言葉から、まあ、環境学者というように見られることが多いわけで、実際にそういう側面もあるんですけれども、はる、まあ、かにクールで冷徹な科学者の側面がありますよね。よくラブロックの言説の中で問題になっている原発に対してのことなんかもそうですけれども、もう温暖化をコントロールするためには、二酸化炭素をコントロールするためには原発も致し方ないんじゃないかっていうことを、まあ、言って、まあ、物議を醸したりもしたように、まあ、気候変動というもの自体が10万年に及ぶ地球そのものが風邪をひいたようなものなんだことだったり、もう完全にこの人間中心の視点ではなくて地球全体という視点でものを見ているがゆえに、この人間中心的なロマンチズムとは無縁な動きをしているんですよね、ラブロック博士っていうのは。それがやっぱり彼自身のとても知的な営みの一つなんですけれども、まあ、データに基づく一つの未来像というものを科学的に提示していく、まあ、そんな姿勢がラブロックにはあるわけです。まあ、この本の中にはいくつか印象的なフレーズがあるんですけれども、その中でもこのアメリカの詩人のリチャード・ブローティガンの言葉、愛にあふれ気品に満ちた機械が全てを監視していた、まあ、これ1967年、まあ、ブローティガンの詩集なんですけれども、サイバネティック牧場、そこでは動物とコンピューターが納得してプログラミングされた調和の中で一緒に住んでいる、人間といえば労働から解放され自然へと回帰し、動物の兄弟や姉妹のもとへと帰り着くのだ、そして愛にあふれ気品に満ちた機械が全てを監視していた、という一節を紹介してるんですけど、これ1967年のヒッピームーブメントの最中に書かれたこの
の詩を、まあ、引用してるんですけど、まさにこのブローティガンの詩集の中に書かれた世界というのがこのノバセンのイメージ。結構この一節は、まあ、僕もうなりました、うん。ジェームス・ラブロックのノバセン、多分2020年の重要な本の一冊になることは、まあ、間違いないなと思います、まあ、御年100歳ジェームス・ラブロック、まあ、これ最後の著作になるのかもしれませんけれども、いや、まださらに寿命を延長してさらに著作を執筆されていくのかもしれないんですけども、このタイミングで出版されたノバセン、これぜひ皆さん読んでみてください、まあ、ハラリのサピエンス全史やホモデウス、時代を予見するとても重要な著作というのが出てくるわけですけれども、このノバセンまたそんな一節のように感じました、まあ、ポストコロナ社会を考えるためのポストガイア理論とでも言うべき本でしょうかね、まあ、ハラリのホモデウスもそうですけれども、まあ、人類の霊長の時代というのは終わって、まあ、新たな知性と共存する時代ですね。まあ、僕はそんな中で新たなルネサンスという文化が生まれるんじゃないかなと思ってはいます、まあ、そんなことも今後いろいろ語っていきたいなと思います、はい、ということで、まあ、今後もちょっとこの本の、まあ、この本の中で面白いポイント他にもたくさんあるので、またちょいちょいここから引用してみたいなと思いますけれども、今日のところはこんな感じで終わっていきたいと思います。今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。